ニコン ZF VS Z30+ ライトルーム AI 高感度ノイズ対決。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。ライトルームの AI ノイズ除去がかなり強力だと聞いたので検証してみます。ノイズ除去はディテールの中に入っています。このボタンを押すだけでほぼ自動的にノイズが除去されます。ニコンのミラーレス機で最も高感度に強いニコン ZF で撮影した画像と DX 機 Z30 で撮影した画像と、それをライトルームを使って AI ノイズ除去した画像の3つで比較します。それでは Let's get started。チャンネル。 ZF にニッコール Z40mmF2 をつけて絞り F5.6 で撮影します。緑のランプはビブレを防ぐための2秒タイマーによるものです。ISO 感度を 51,200 まで上げていきます。Z30 にはニッコール Z28mmF2.8 をつけて絞り F5.6 で撮影します。 35mm 換算で 42mm 相当になります。こちらも ISO 感度を 51,200 まで上げていきます。 撮影した画像に AI ノイズ低減を行う手順を説明します。 ディテールの中のノイズ除去をクリックします。強化のプレビューで適用量を調節できます。約35秒で DNG ファイルが生成されるので JPEG に書き出して出来上がりです。 ISO6400、 左が ZF で右が Z30 です。 ZF はまだ使えそうな感じです。 Z30 はハイライトにノイズが乗っているのが分かります。拡大するとこんな感じです。右 Z30 の画像をライトルームの AI ノイズ除去を適用した画像に切り替えます。かなり綺麗にノイズが消えています。ちょっとコントラスト高めですが、ZF の ISO6400 より綺麗です。ISO12800。左が ZF で右が Z30 です。ZF のノイズの増加はわずかですが、Z30 はかなり増えています。拡大するとこんな感じです。Z30 には盛大にカラーノイズが乗っています。右 Z30 の画像をライトルームの AI ノイズ除去を適用した画像に切り替えます。リモコンの白い部分が塗り絵のような単調な感じになっていますが、ノイズは消えています。ガチャンネル。 ISO25600、
左が ZF で右が Z30 です。 ZF のノイズがはっきりと増えてきました。 Z30 はさらに荒れてきました。拡大するとこんな感じです。 ZF はかなりざらついている状況です。 Z30 は暗視ゴーグルをかけて見ているようです。右 Z30 の画像を Lightroom の AI ノイズ除去を適用した画像に切り替えます。ベタ塗りという感じですが、カラーノイズまみれからは救出できます。ディテールも失われています。ISO 51200、 左が ZF で右が Z30 です。2枚とも盛大なノイズです。 Z30 はカラーノイズまみれという状況です。拡大するとこんな感じです。2枚とも破綻しています。右 Z30 の画像を Lightroom の AI ノイズ除去を適用した画像に切り替えます。AI ノイズ除去でもまだノイズが残っています。布地は処理の跡がまだらに見えます。どの画質まで許せるかは個人差があると思いますが、 Lightroom の AI ノイズ除去を適用すれば Z30 の ISO 12600でも救い出せるのではないでしょうか。いざという時は Z30 でもISO 12600まで上げられると撮影の可能性が広がります。次の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。